10月14日 U フェス遊園地でシオンくんとハイタッチ、会いに来てね。ダジマ動画チャンネル、カナクです。今日は仮面ライダージオソードライド1パートパーティー。さあ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 、ついに仮面ライダージオの騒動が発売になりました。なりました。今回の騒動はですね、エグゼイドの時の騒動というね、この漢字が戻ってきまして、またねこちらのシリーズになります。そしてね、はい、クロスアーマーセットとアクションボディセットの2つに分かれております。はい、この2つを組み合わせることによって1つのねフィギュアが完成するというものになっております。はい、で今回のラインナップはジオとゲイツ、そしてジオとゲイツのビルドアーマーのセットですね。うん、そのわけでね、今日はですねこちらの騒動を作っていきたいと思います。はい、では行きましょう。レッツゴー大島。さあ、じゃあね、この動画ではジオとゲイツのこのね通常のフォーム、こちらを作っていきたいと思います。はい、はい、こちらがですね今回の箱ですね。こんな感じになっております。うん、じゃあ1個開けてみたいと思います。クロスアーマーセットの方から開けましょう。うん、何やらね、今年からラムネが、ガムに変わりました。はい、これどういうことですか。どういうことですか。なんでですか。なんでですか。ちょっといただきます。どうぞ。どうですか。うん、なんかサイダーみたいな味する。サイダーみたいな味。あれ、しょうくん、どうした。ガムに釣られてきたな。じゃあアクションボディセットの方も開けますね。はい、はい、あ、出たガムです、うん、はい、どうぞ開けます。しょうくん、どうすか。カルピスの味する。カルピスの味する。しないってよ。さあ、そして、こちらがねアクションボディセットです。うん、うん、こんな感じですね。はい、はい、でこっちがクロスアーマーセット。まあなんとなくこう見慣れた感じだね。うん、うん、あれ台座、あ、あったあった、台座もあるね。うん、でシールが入っております。あ、ちっちゃいシールあったよ。まあまあ、でもね中に入ってるのはいつも通りのあの騒動かなっていう感じがします。うん、パパも食べます。うん、1個いただきます。なんかね最初はねシュワッとしないけど途中からシュワッとするっていう。何の味これ。ソーダっぽい味なんだよ。うん、なんかあのよくあるチューイングガム。そしてゲイツのアクションボディセットを開けましょう。はい、じゃん、わあ、こんな感じ。ママにもあげんの。はい、はい、それじゃあね、こちら、作っていきたいと思います。はい、さ、終わった。大島。はい、そんなわけでねシールが貼り終わりました。はい、ここからね今度はね、組み立てていきたいと思います。はい、さ、もうね組み立て方は今までの騒動と一緒ですね。はい、どんどんね、アーマークロスアーマーセットから、外してどんどんくっつけていきます。うん、はい、はい、顔です、顔です、よいしょ、顔です。 顔は最後につけようぜ。あ、メインの顔が黒い、ね、はい、よいしょ、あらんだよ。メインあとは顔のパーツを取り外してですね、このシール貼った顔を、よし、はい、これで仮面ライダージオ騒動完成です。じゃーん、俺王様になる。おお、こんな感じです。うん、見て見て、ほらベルトが、でもね、なんかベルトもこう回転するような感じでね、うん、いいんじゃないこれ。 ねー、仮面ライダー、はい、こ
このような感じですね、うん、後ろのここのね時計のベルトもちゃんとねシールになってて、こっちもねしっかりここまでなっております。うん、で肩パッドもね後ろまでシールがあって、すごくねこう向きをこの辺からね斜め後ろから見てもすごくかっこよくなっております。うん、そして顔こんな感じですね、うん、このね顔もね4枚のシールに分かれてて、すごくね貼りやすかったです。うん、しかもちゃんとこんな感じでねリアルに再現されております。はい、で首の可動もこんな感じでねちゃんとしますので、いろんなね方向に向かせていろんなポーズ取らせることができます。うん、上下もね若干、動きますね。うん、ライドウォッチホルダーこんな感じです。シールの向きがね間違ってたらごめんなさい。すいません。はい、でベルトこんな感じ。このライドウォッチにもシールがあると本当は良かったかなと思います。うん、はい、こんな感じですね。はい、でジオは比較的ねビルドに比べると足に模様がねないので、シールもねこれだけです。まあ、あとはここですね。この靴もそうですけど、こんな感じですね。あとここね、うん、足は少ないんだね、ジオは足あるとこ。そうだから比較的ビルドよりも楽に作ることができました。で今回からこの手がねこう動くようになったんですよ、こんな感じ。本当だ、ね、なので前は稼働しなかったもんね。そう、あの大騒動はここね取り替えられたんだけど、今回からは普通の騒動でもねこの腕が、こんな感じで回るし、取り替えパーツもあるし、あるのでこっちにね取り替えてさらにポージングを決めることができるというものになっております。ビルドより進化したね。そうだね、進化したね。うん、そしてこちら武器の時間ギレードです。うん、結構リアルだね。まあ時間ギレード自体が黒ベースなので、うん、まあここだけねしっかり色が入ってれば、まあ時間ギレードはかなりね再現できるんじゃないかなという感じで、こんな感じでございます。うん、でもちろんここね手に持たせて、こんな感じでねポーズを決めることもできます。はい、そしてこちらはまあ毎年同じ台座ですね、こんな感じです。シール、うん、ネームのシールこんな感じですね。はい、はい、でいつも通りここはここら辺はもうねいつも通りこうね台座に乗せて、こんな感じでね台座につけて飾ることができます。うん、ライダーキックも、再現できるようになっております。はい、かっこいいね。かっこいい、ラッキー。さあ、そしてね皆さん気になってると思うんですけれども、 RKF こちら、 RKF こちらのボーイズトイフィギュアですけれども、見比べると、このような感じですね。うん、騒動の方が顔一つ分、ちっちゃいです。かなりね細かいところまでシールで色分けされてるんで、騒動の方が若干色的にはいいんじゃないかなと思います。はい、そうですね。あとはやっぱりここのね RKF はこの胸のところがこう動くから、これでさらにね細かく、ポージングできるんですけども、まあ騒動はもうここ固定なんでね、まあ、ここぐらいかな差といえば。あとはねほぼ同じところが動きますんで、うん、でもねやっぱり騒動の方がいいかな。まあどちらにもねその良さがあるんですけれども、まあこちらはねまあ個人差があると思いますので、まあ好きな方でいいんじゃないかなと思いますよ。はい、うん、こっちはね塗装だからシールが剥がれたりとかっていうね心配もないし、パーツがね極端なことしない限り外れません。あ、でもねこの肩パッドはね騒動は取れるようになってるんだけど、バラバラって、うん、RKF はねここは取れないんですよね。取れないっていうか、まあ動かない、これ固定なんだよね。うん、まあだから好きな方でいいと思います。ただ僕らはうん、どっちがいい？騒動かな、騒動のがいいかなと思います。うん、手頃な価格でね手に入るっていうのも本当にいいと思いますしね。うん、うん、さあそれでは次はねゲイツの方を作っていきたいと思います。はい、こちらが騒動のゲイツです。おい、こんな感じ。はい、いやいいね、こっちもいいね。ね、うん、めっちゃかっこいいじゃん。後ろもこんな感じ、ね、で、あ、そう、さっきね言い忘れちゃったんだけど、今回ねベルトにもシールがあるんだよ。ビルドはここシールなかったんだよね、ベルトにはね。大騒動だけだった。そう、大騒動でやっとここのベルトのシールがあって、
ね、ついてきて、おおって思ってたんだけど、今回はね、最初からついてんの。うん、はい、そして顔近づくとこんな感じです。こちらもね、シールで色分けなんですけれども、かなりリアルにね、かっこよくなっております。しかもね、貼りやすかったしね、こちらもママが貼ったんだけど。はい。で、こんな感じ。ね。後ろもちゃんとね、色分けされております。はい、一瞬この辺からの角度がさ、スタークみたいじゃない？ブラッドスタークね。はい、こんな感じ、はい。ブラッドスタークのさ、ライドウォッチは出るのかな？でもライダーじゃないからね、あれはね。わかんないけど。はい、こんな感じですね。うん。うん、ライドウォッチフォルダーこんな感じ。うん。ベルトこんな感じですね。ちゃんとね、2068年と表記になっております。うん、こんな感じです。で、ゲイツもね、足にはそんなに模様が入ってないので、はい、こんな感じでね、簡単にね、シールも貼れることができました。うん、そして、ゲイツもね、替えの腕のパーツがあります。はい。はい、そして、こちら、時間ザックスですね。こんな感じです。はい。弓モードですね。うん、はい、で。こちらもやっぱりね、あんまりこの、元々のね、武器に情報量が少ないので、これだけのシールでもね、かっこいい、しっかり表現されてると思います。うん、はい、でこちらも持たせてこんな感じでね、武装させることができます。はい、そしてこちらが台座ですね。うん、こんな感じでね、台座に乗せることができます。はい、はい、そしてこちらも RKF のフィギュアと比べるとこうですね。うん、やっぱりね、こちらも総動の方が色分け細かいですね。はい、こんな感じですね。うん、はい、そうだ、さっきジオね、手首パーツ取り替えるの忘れちゃったね。ちょっと取り替えてみますね。はい、よいしょ。こんな感じ、うん、手首パーツ取り替えるとこんな感じでね、またさらにね、表現できますよ、いろんなポージングが。うん、はい、ジオもね、手首パーツ取り替えてみました。こんな感じですね。うん、これはね、素晴らしいよ。うん、やっぱ取り替えパーツあるだけでね、全然遊びの幅が広がるもん。これはいいね。うん、はい、こんな感じでジオとゲイツのダブルライダーキックも再現できます。はい、でやっぱり手首パーツを取り替えられるから、よりね、ライダーキックのポージングなんかもかっこよくね、再現することがね、できますよ。はい、ラジマ。はい、そんなわけで今日はこちらの仮面ライダージオソードライド1を、紹介しました。はい、いや今年のソードはかなりレベル上がったと思いますよ。ね、ね、結構レベル上げかってんね。そしてね、次の動画ではこちら、ビルドアーマー、ジオとゲイツのビルドアーマーをね、開けていきたいと思います。はい、そちらの方もぜひご覧になってください。ご覧になってください。そんなわけで今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。お願いします。おすすめの動画も見てね。そんなわけで今日はこの辺でバイバーイ。ラジマ、今日の仮面ライダーチューカー。はい、今日はこちら、総動のビルドとゲイツの力を借りて、当たりを引いちゃってください。はい、2個はない、はい、あと1個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 、あー、ない。残念残念。